ただいまより林大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いいたします。はい、冒頭一件ございます。本日の閣議で、令和5年版外交青書を配布いたしました。今回の外交青書では、現在、世界が歴史の転換期にあるという認識に立ち、昨年1年間の国際情勢と日本の外交活動を概観するとともに、本年3月までの日本外交のうち特筆すべき事案についても記述をしております。ウクライナ情勢、経済安全保障などの新たな課題、グローバルな課題など、さまざまな困難に直面する中で、国家間の対立を乗り越え、対話と協調によって共通の課題に取り組み、法の支配に基づく自由で開かれた、国際秩序の維持強化に向けて、リーダーシップを発揮している日本外交の姿を、この外交青書を通じて、しっかりと国内外に発信できればというふうに考えております。外交青書は本日から、外務省ホームページで閲覧をできます。できるだけ多くの方々にお読みをいただいて、日本外交への理解、これをより一層深めていただけますようによろしくお願いをいたします。私からは以上です。それではご質問をお受けいたします。指名を受けましたら社名氏名に続いてご質問ください。 NHK 岩沢さん。 NHK の岩沢です。冒頭の外交青書に関連して伺います。今回の外交青書には中国とロシアが軍事的な連携を強化する動きが見られ、重大な懸念を持って注視すると明記されましたが、こうしたこの国内外に発信するための青書にこうした内容を盛り込んだ狙いは何でしょうか。またこうした中ロの軍事的連携について、今月の G7 外相会合や来月の広島サミットでも議論する方針でしょうか。はい、最近、中ロ両国の軍がですね、日本周辺において頻度を上げて、共同行動を継続しているところであります。政府として、日本の安全保障の観点、からですね、重大な懸念を持って注視していく必要があると、認識していることから、そうした、政府の認識、これをですね、本年の外交青書に記載をいたしました。G7 長野県軽井沢外相会合において、具体的な議題、これはまだ現在調整中でありまして、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、いずれにいたしましても、この国際社会が直面するですね、喫緊の外交課題について、G7 外相間で率直かつ踏み込んだ、意見交換を行う機会にしたいと、そういうふうに考えております。次のご質問。北海道新聞、新谷さん。北海道新聞の新谷と申します。昨日行われたの日中の高級事務レベル海洋協議と台湾海峡の平和と安定について伺います。昨日の海洋協議では、その台湾海峡の平和と安定の重要性を提起した後のことですけれども、昨日まで中国軍が台湾周辺で行っていた軍事演習について日本の立場はどのように伝えたのでしょうか。あと、この軍事演習がその台湾海峡の平和と安定について与える影響について、どのようにお考えかをお聞きします。はい、ご指摘のこの台湾周辺で行われた中国による軍事演習につきましては、政府として一貫して大きな関心を持って注視をしておりまして、今回の日中高級事務レベル海洋協議においてもですね、本件も含めて日本側から中国側に対し、我が国周辺海域における中国の活発化する軍事活動に対しまして、深刻な懸念を改めて表明するとともに、台湾海峡の平和と安定の重要性について改めて中国側に提起をしたところでございます。次ございますでしょうか。共同通信、桂田さん。共同通信の桂田です。ウクライナ支援について伺います。ウクライナのエネルギー省は先日、ロシアのインフラ攻撃の影響で停止していた電力輸出の再開を発表しました。日本政府も発電機の供与などでウクライナの越冬支援を積極的に行っていましたが、今回の動きへの受け止めと、また今後必要とされるウクライナ支援の方向性について、大臣のお考えをお聞かせください。はい、ウクライナ政府は、ウクライナ全土における電力の回復および
電力輸出の再開を発表したというふうに承知をしております。日本としても約1500台の発電機供与に加えまして、エネルギー分野支援に関する G7 プラス外相会合、これを2度共催するなど、電力、エネルギー分野での支援を進めてきたわけですが、ロシアによるエネルギー施設に対する繰り返しの攻撃にもかかわらず、ウクライナが国際社会と連携しながら、懸命の努力によってですね、厳しい冬を乗り越えたということに敬意を表したいというふうに思います。日本は人道、財政、そして復旧、復興の分野で、総額約76億ドルの支援を表明をいたしまして、順次実施してきております。引き続きウクライナのニーズを踏まえて、地雷対策、そして瓦礫処理、また電力を含むインフラ整備を通じた生活再建、農業等の分野で、日本の有する知見を活用しながら、この切れ目なく、きめの細かい支援を行ってまいりたいと考えております。読売新聞、安倍さん。読売新聞の安倍です。グローバルサウスへの対応についてちょっとお伺いします。今冒頭大臣がご紹介ありました、外交青書でも初めてグローバルサウス言及があったかと思うんですけれども、このグローバルサウスとの連携を強化どのように進めていくか改めてお聞きしたいのとですね、その今週末に控えたカリーザーの G7 外相会合で、グローバルサウスとについてどのように議論したいと考えるか、お聞かせください。はい。近年ですね、このグローバルサウスと呼ばれる新興国、途上国の存在感、これが経済的、そして政治的にもですね、増してきております。またロシアによるウクライナ侵略は、このエネルギーや食料をはじめとするさまざまな面でですね、グローバルサウスを含む世界の人々の暮らしに大きな影響を与えているわけでございます。こうした中でですね、開催をされる G7 長野県軽井沢外相会合ではですね、エネルギー食料安全保障を含む世界経済、そして気候変動、保健、開発といった地球規模の課題へのですね、G7、による対応、これについてもですね、議論を行う考えでございます。こうした諸課題への、積極的なこの貢献、協力の呼びかけ、こうしたことを通じて、グローバルサウスへの関与の強化、これを進めるべくですね、G7 で連携して対応をしてまいりたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。それでは会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい。